野崎チャンネルプロスペース、はい、ということでプロスペースのお時間でございますね。先ほどドジャース対パドレス終わりまして、ドジャースはね、リーグチャンピオンシップに出場というところでね、最後、パドレスにリーチをかけられてから、2連勝して逆転というところでね、まあ、ダルビッシュにも頑張ってもらいたかったけどね、ダルビッシュもいいピッチングしたけど2対0になりましたけども、だから俺はちょっとね、メディアの方どうにもちょっと苦言を呈したいんだよね。それドジャース大谷推しは分かるけど、パドレスも松井裕樹とダルビッシュ日本人いるからね。だから日本人的には別にパドレスがワールドチャンピオンになっても嬉しいことなんで、しかも俺とかダルビッシュと一緒にオリンピックとかも一緒に行ってるしね、ダルビッシュがワールドチャンピオンになっても喜ばしいことだけど、もうドジャース大谷しかないみたいな、もう主語でパドレスをどうやっつけるかみたいな感じを出しすぎるのもあんまり気持ちいいもんじゃないけどね。だ次のメッツ戦だって千賀がいるわけだからね、もしメッツがワールドチャンピオンになったとしてもね、千賀がワールドチャンピオンになるわけだから、日本人としてはそれはそれでね、素晴らしいことだし、ドジャース対フィリーズとかね、ドジャース対ヤンキースみたいな、こう相手が日本人まだいないんだったらね、日本人推し全面でねいいかもわからないけども、相手もいるからね、喜ばしい、どっちもまあ、どっちも平等にとは言わないけど、ある程度はねリスペクト持ったっていうところはね必要なんじゃないのかなっていうところはね、さぞさぞ日々感じるところでございます。まあでもね、ドジャースが勝ったんで、ドジャースとメッツ面白い戦いになりそうなんで、またまあでも日本もね、クライマックスシリーズ始まるからね、日本シリーズとそっちをさぞさぞ全面的に押したしね、クライマックスも日本シリーズも解説評論しますのでね、ぜひいろんな媒体でさぞさぞ解説お楽しみください。ということで今日はOB10 連セレクション第2弾ガチャ、こちらをね、やっていきたいと思いますね。はい、前回ね録画し忘れたんでね、今日はちゃんと録画してますね。じゃあ見ていきましょう。阪神からいきましょう。阪神ね、田淵さんミート A のね、ファーストを守れるしね、アーティスト存在感保守、俺ねこの保守もういらんと思うね。保守の効果が全く分かれへんねん。俺もなんか超保守二重丸なんだけど、だからもう保守はさ、相手のミートとかパワーダウンさせそうっすよね。もしくは投手のもっと中アップぐらいね、球威とかもっとなんかこう出ないと、あんまりついてても全く良さ分からへんねん。なんか特動一個損してるみたいな感じになるから、もうちょっとこの保守っていうのをね明確に、あとはもっと強化、そしたらさ、その保守がついてるだけで試合に最初出させた方がいいとかもあるじゃんね。キャッチャーの選手起用も変わってくると思うの、ね、これね、保守っていう特殊能力をもっと、相手の能力をもっとダウンさせるのか、もしくは味方ピッチャーをもっとアップさせるのかね、微妙、正直いらない、嬉しくもない。だからここら辺改善していったら、そのキャッチャー打てなくても最初でも出しとくね、必要性がめちゃくちゃあるみたいな感じになって、このベンチとの使い方も含めてもっとね、他のキャッチャーも含めて起用法が広がる、もしくはこの特殊能力保守っていうのが広角みたいなね感じで守備によってはめちゃくちゃいいみたいなね感じになってくればいいんだけどね。で、ダム欲しいね、田淵さんね。続いてカープ、野村健次郎さん、ショート。ね、どっちもいける、守備力も高い、阿部に盗塁チャンスメーカー。盗塁ね。また盗塁の方がいいよね、次から。これはまあね、俺、健次郎さんの A も持ってるから、まあ、この時の A と合わせれば、限界突破コーチ1人ぐらいでいけるんちゃうかっていうところで欲しいね。うん、続いて、シビン。名前は知ってます。名前は知ってるけど見たことない。セカンド、いいじゃん。呼吸はヘボいけど。呼吸はヘボいけど、守備ってどういうことなんだろうね。意味わからない。守備うまかったら呼吸もうまいんちゃう。超ラインドライブ、広角ハイボールヒッター。めちゃくちゃいいじゃん。ハイボールヒッターって高めのボール、ビアップだ。いやー、1975年やもん。そりゃそう、俺生まれてないもん。俺1976年生まれだから。
ね、はい、全試合出場、すごいじゃん。ユニフォームがいいね。復刻ユニフォームすればいいんだね、ベイさんも。このユニフォームなんかいいね。このカナーリングなかなかないし、斬新。ね、シビ。続いて、吉信さん。もう、自打球当たりましたよみたいな顔してるよ。打ったやつやと思うけど、もうこれも完璧だね。もう、吉信さんより強いライトもいないもんね。超アーティスト、紅白さん、もうこれ全員が欲しいんちゃう、マジで。俺はこれ、吉本さんだったら継承できるからね。全員が欲しいと思う。これは。ね。ついで、杉浦さん。日本シリーズ代打満塁。さよなら。リバドーチ。パーディーポンポン。ね、強化されてるし。超パーヒーなプルチ、さよなら。そらさよならつくよね。さよなら男もダイヤップぐらいでいいんちゃうかと思って。杉浦さんね。リーグも強いよね。三馬同士だからね。で、続いて、しげさん。一瞬山崎拓さんも。しげさんね。しっこはここに出たよ。超保守20万。ショーアップ。ショーアップ。全く効果がわからない。得のチャンス降格やから強いから、こっしょ。保守、ほんと保守の特殊能力どうにかしてほしいわ。全体的に、ほんと。続いて、山田久志さん。ね。全部ええけどね。どっちもいける。あ、これ全同時いけんじゃん。いけんもん。まっすら、高速シンカー。これ高速シンカーだけでも抑えれますよ、みたいな。まあでもこれうまくで、称号決まったら、抑えもできるし。いや、どうなんや。だからもう、アンダースローはライジングいるって。ホップ、ライジング。山内さん、これはもうロッテとしては欲しいね。ミパ同士アーティスト、レフト B、完璧です。アーティスト、ラーチ、チャンス、完璧です。これは欲しいね。山内さん欲しい。ね。続いて、ペドラザ、対戦経験あります。めちゃくちゃ球離れ遅いし、手長いし、かなり安くあります。打ったことあります。どんずばりでしたけど。すごいピッチャーだ。銀次、銀次もそうか、 OB か。銀次もう使わへんと思って A 全部経験値にしちゃった。だからいらない、経験値にしちゃった。楽天マーク何個あるの、何個見えてるの。街道中西俊さん、ミパ同時、走力も速い、盗塁積極的。もういいね。これ、ホームのバランスいいね。さすがだね。何でも打てそう、こっから。限定もいいし。ウルフ。ウルフ。いっぱい球種あります。なんとかして抑えます。対戦経験ありますけど、あんまり記憶にありません。正直。っていうところですね。だからもう一番欲しいの、一番欲しいのよ、ほんと困んないの。もう一番欲しいの、田淵さん、野村さん、シピン、由伸さん、山内さん、で、中西さん。だから1、6、12分の6、一番嬉しいのは。でも当たってもまあまあ嬉しいのが、杉浦さん、山田久志さん。で、この2人はまあまあまあいいでしょうかね。もう限界突破コーチなくなりますよっていうところだね。さあ、三連で確定だからね。こう必ずや、ね。二人引きたいね、二人、ね。さあ、ということで、一発目。行きましょう。レッツゴー。カモン。なんもない。指名候補、挑戦。いやー、何もないんか。レッツ二人は引きたいよ。あ、全部ノーマルだったチャンスある、全部ノーマルだった。お、何もなし。あー、これで何も後ろに花とかなかったらもう S 確定、里崎捜査によると宮崎、山田テストどうなんや、もうこのまま落ちていくんか。山川ヒッ、伊藤博美、タイト、中村明、かかるとするウルー
く対戦してるだけの記憶が。近藤、大竹2年目も大活躍。水上、ここから勝ち上げて。さあ、いや、大竹。まあまあ、1回目。OK。2巡目でございます。ここで1回引きたい。1回。いや。普通お寒いガチャになりますね。これお寒いガチャに何もないですね。カモンカモンカモンノーカモンノーカモンね、ノーカモン。いやー天内さん演技いいよ。ブレーバックちょっとどういうこと。いやお杉浦さんここで。おいや、おーた返しの時に来い。いや、みえちゃんみえちゃん、TikTok か。で、ペドラさん、いや、なんかさあ、最後やこれでもう一人は確定やからな、頼むで。12分の6やで。2枚目来てくれへんかな。山内さん合わせとこ、山内さん合わせとこ。カモン。寒いな。の何も演出ないわ。締め候補挑戦。何も演出ないわ。これもう完全一人じゃん。からの、のからの。2枚引き。もう一回もう一回。これ。よし。これ2枚引きやろ。これ2枚。おっ、G チームカメラ来るよ。 G チーム、これでも最後までいったら山内さんなんや。最後までお願いします。いや村松頑張ったね。メンデス期待外れ。岡島、吉野さん、これ誰や。ここに来て、おーおー、あ、お疲れ様でしたみたいね。おーな、もう来るな。よしよし、来るな。来た。いや。シリーズ2やからまだいいけど。いや、来んなって。これでもじゃあもう山内さんないんやろ。さあ誰や、頼む。嘘かい。あ、しげさんすいません。